茨城勢に短期の渡辺裕太が乗り換えまして、7番の山田秀明、車を下げていきます。6番の柴崎敦史は中段の外目あたり、短期で3番の渡辺裕太がジャンで動いていきました。ジャンで短期出ました。3番渡辺裕太、この後ろから地元勢です。6番の柴崎敦史、さらに叩いて主導権を握りました。中近3者が出まして、3番渡辺裕太は3者を出して4番手、5番手8番の吉田拓也、7番手には7番の山田秀明で最終周回です。先行策地元勢で6番の柴崎敦史、番手1番の浅井光太、3番手に9番の村上弘之で2コーナーからバックです。バック5番手からは8番の吉田拓也がまくってきました。マークは5番の武田豊樹、ブロックできるか1番の浅井光太、車間を切って牽制してきまして、浅井光太ここで縦に踏み込んでいきました。後ろは9番の村上弘之、直線コース、番手から1番の浅井光太、1番浅井、9番の村上、並んでのゴール。お疲れ、お疲れでした。出ていくと風とスピードの差を見て判断するやろうな。ショートぐらい打ち締めてるし、ホーム過ぎぐらい結構上上がったんで、もう死ぬのも良かったんで、そうですね、もう3年間で行っちゃうぐらい。